皆さんこんにちは、アキネコです。昨日ライブ配信をした時に視聴者さんから、主人公の体力、ハートはどうやって増やすんですか？というご質問を多くもらったので、今回はその方法を全てご紹介したいと思います。主人公の体力は初期段階でハート10個分ですが、最大でハート20個分まで増やすことができます。体力を増やす方法はこちらの3つ。1つ目、ミニゲームザクザク鉱山でハイスコアを出す。2つ目、ミニゲームココホレコロポンでハイスコアを出す。3つ目、祠の恩恵を受ける。ミニゲームについては昨日のライブ配信時に視聴者さんたちにアドバイスをいただいたおかげで初めてハイスコアを出すことができました。そのアドバイスも今回ご紹介するので、何回もやってるけど難しいなって感じている方はぜひ参考にしてみてください。では一つ一つ見ていきましょう。2つ目の鉱山の地下30階にたどり着くと、溶岩の洞窟に行けるようになり、そこでミニゲームに挑戦できます。2つ目の鉱山っていうのは、自宅近くの橋を渡ったエリアにある鉱山のことです。ミニゲーム専用の鉱山で、こんな感じでね、ひたすら採掘をしていって、制限時間内にハイスコアを狙うゲームです。スコアが4000点以上で体力のハートを2個獲得できます。このミニゲームは主人公の体力がハート10個に制限されて回復することができません。体力がなくなって倒れてしまうと終了して減点されてしまいます。なので体力がなくならないように注意しましょう。宝石ごとに点数が異なるので、点数の高いこちらの宝石岩を重点的に壊しましょう。一番点数の高いダイヤモンド原石は鉱脈から出ることがあります。この時は一つの鉱脈から運よくね、ダイヤモンド原石が2個も出たので、これがねハイスコアにつながりました。宝石岩を壊しつつ、鉱脈があったら優先的に壊していくのがおすすめです。もちろんハンマーのアップグレードも重要です。この映像では金のハンマーを使用しているので、広範囲の岩をより少ない手数で壊せています。そしておそらく採掘スキルも影響すると思われます。採掘スキルが7に到達すると、採掘で獲得できる材料が2個増えるという特性を習得できるので、この映像も採掘スキル7の状態なんですが、宝石岩を壊した時に3つか4つドロップしていますよね。これが採掘スキル6以前だとドロップ数は2つくらいなんでしょうか。ちょっとね、しっかり検証できてないので断言はできないんですが、採掘スキルが7以上だと宝石岩からたくさんドロップするので、その分ポイントも稼ぎやすくなるということですね。ということで、ダイヤモンド原石を取ったりしてもなかなかね4000点に届かないなっていう場合は、採掘スキルを7まで上げることをおすすめします。コロポン発見ポイントが60以上になると、その翌朝豆の木の島に行けるようになります。豆の木を避けながらピカポンを掘っていって、スコアが55点以上でハートが2つ獲得できます。豆の木を掘ってしまうと制限時間が減少してしまうので、豆の木の位置を最初に覚えられるかが重要となります。知っておくといいのは、地面をよく見るとピクピクって動いている地面があるんですが、そこには必ずピカポンが隠れているようです。ちょっと迷ったらこの動いている地面を掘っていきましょう。そしてステージが進むごとに難しくなるので、記憶力に自信がなければこの裏技を使いましょう。豆の木が表示されている間にスイッチのスクリーンショット機能で写真を撮ります。そして豆の木の位置がわからなくなってきたら、すかさずホームボタンを押してアルバムに移ります。そこで豆の木の位置を再確認したら、しれっとゲームを再開しましょう。この繰り返しでね、確実に55点を狙うことができます。ちなみに私はライブ配信中、視聴者さんにスクショ撮るといいよってアドバイスをもらった時、なんかね、スイッチのスクショ機能の存在をど忘れしていて、なぜかスマホでテレビ画面を撮影して、その写真を見ながら掘っていったんですが、それでもね、無事55点クリアできました。採掘関係がね、まだちょっと弱いなーっていう人は、こちらのゲームであればスキルも道具も関係しないので、まずはフォロワーコロポンを60匹頑張って見つけて豆の木の島を解放しましょう。フォロワーコロポン数はこちらの画面で確認することができます。そして最後に、ミニゲームに挑戦する際の注意点として、どちらのミニゲームも1回挑戦するたびに1時間が経過します。
これね、攻略本には2時間が経過するって書いてあったんだけど、なんかアップデートで修正されたのかな。実際やってみたら1時間しか経過していませんでした。でもしハートを獲得できなかった時のためにセーブをしてから挑むようにしましょう。スコアに応じてコロコインももらえるので、1時間がね全くの無駄になるっていうことはないんですが、ハートを獲得できるまではセーブ&ロードしながら挑戦することをおすすめします。ミニゲームに挑戦したいときは自宅前のナビポンに話しかけるといつでも行くことができます。フォロワーコロポンを100回見つけるとイベントが発生して、そのイベントを見るとオリーブタウンの北にある祠で恩恵を受けられるようになります。祠が解放されたらその場でコロポン発見ポイントを使用して体力をたくさん増やすことができます。1回につきハート2個、最大でハート6個まで獲得可能です。ただ体力の増加以外にも恩恵の種類がいろいろとあるのと、今後ねフォロワーコロポン数が増えると受けられる恩恵も増えていくので、どの恩恵を優先するかは悩みどころですね。現に私は他の恩恵にもポイントを使ったので、まだ体力をねマックスまで増やしきれていない状態です。ということで、以上の3つの方法を全て実行すると体力の上限を最大まで増やすことができます。皆さんの参考になれば嬉しいです。ミニゲームでね、他にもこんなコツがあるよっていう方はぜひコメント欄で教えてください。みんなで情報共有してオリーブタウンをもっと楽しみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またね。